さあ皆さん、ドクさんと初めましての人いるでしょう。はい、自分です。はい。自己紹介してください。はじめまして、ドクさん。あれ？いや、はじめましてじゃない。あれ？はじめさんって、はじめましてじゃない。はじめましてじゃねえ。ボケだよ。2回目とか3回目ですよ。そういうボケだよ。あれじゃねえ。本当にちょっとそこらへん、ね。まあ自分で。ようちんこれね、久しぶりだからね、彼漢字つかめてない。いや本当そうですよ。確かに今回で4回目ですよ。ようちんさんと喋るのもっと多いですよでも。そうでしたっけ？うん。11で。ね、初日からね10向けられてね。やばいやつでしたね。あれやっぱやばいやつでしたね。どうしたああ、そういうことか。ドクさん、バーに入ってこいよ。今日クリスマスイブじゃん。そうだよ。いやー、これが社畜か。俺ね、でもね。今じゃん、雪降ってんじゃん。しばらく来なかったじゃない、ドクさんが。ああ、はいはい、そうですね。彼女できたなと思って。ああ、まあ、ちょっとそこら辺感づかれるかなと思ったけどね。まあ、ちょっと、進めてたんですよ、そういうのは。本当に。はい、どうなの今ログインボーナスたまって、うん、課金せんでも仲良くデートできるのあったよ。本当に有効度みたいなのあってさ、うん、最初課金しないとランカーに追いつかなきゃったけど。何のゲームだよ有効度。今ログインボーナス何のゲームだよ。ガールフレンドカッコ仮だろ。知らんわ。言わせんなよ。知らんわ。なんでやってねえんだよ。何それ。なんでやってないのかね。そういう集まりだと思ってログインしたんだけど。リアルの彼女作れや。ガールフレンドかっかりの推しを決めるんじゃなかったっけ。違う。あれ違ったっけ。それでやってんのかと思った俺。ごめん違ったわ。それ集いだと思った今日。いや、そういう集いで、だって今、もちろんクリスマスイブイベント始まってますから。あ、本当に。じゃあ帰ってもらっていい？うん。集いじゃねえから。ごめんな。なんか彼女いねえやつは寂しくてしょうがねえな、おい。おい、だから盛り上がろうっつってんだよ、今日は。涙拭けよ。ああ、もうダメだ。ダメだ。涙流してやってるよ、俺はもう、今日は。あ、ジョロ丸さんがフレンドにしてくれたと。唇噛み締めすぎて血の味しかしねえんじゃないの今。たまに声震えるから許してくれよな。やってらんのな今日。そうだね。ようちんはもうドクさんより上になっちゃったよ。おい、やるじゃないですかようちんさん。まあ僕がね、まあ、鍛え上げたじゃないですけど、世界の恐ろしさだったりとか教えた。いや今引っかかる要素なんもないでしょ。結構時に厳しく時に優しくやめとむきでやってひどい社畜で全然ログインしてねえだろお前。もう久しぶりのログインでずっとさ走んねってああいう風になろうとしてたわ今。本当にロスサントスの方が慣れちゃってもね。お前が育ってね R2 でなんならラムさんがずっと育てたわ幼稚園。そうなの。なんかよくわかんない。最近はそうですね。もうだからね、幼稚にね育てられる立場ですから、ドクさんは教えてもらって、いつからだろうな。幼稚、背中向けたらどうなるか覚悟しといてください。この世界の恐ろしさをな。私もちょっとやるかやられるかなんだよ。絶対やられるだろうお前。絶対やられるやつのやつじゃないかそれは。まあやめてくれよ。キャンプどこですか？キャンプ。キャンプじゃない、今酒場にいるんだよ。なんだよそれ。酒場に来いよ。よろしくお願いします。わあ緊張する。よろしく。よろしくお願いします。勝手にチョロ丸さんを男の人のイメージだと思ってから。よろしくねチョロ丸さん。なんかうちはなんだら女子に免疫のないやつらばっかりなんで。あれ女子になってますか？女子じゃない。いや女子じゃないん。女子じゃないの。一応生物学上男なんです。本当にすごい可愛らしい声ですね。可愛い声してる。男の子になります。あ本当に。うわいやいいキャラクター。成人してますよ。ちゃんと。いいいい未成年でもいい。いや、でもいいとか言わない。いや、食いつきが怖いよ。変に発展すんなよ。いや、可愛い子来たよ、これは。うちはね、やっぱりなんだろうな、女気がねえと。ねずっと嘆いてましたから。まあね、これは、そうなんですか？これは、あれだな、一風変わったね、女気が。これは面白い。芝荒川のレベッカさんのこと女性だと思って本当に動画を見つけて、なんか全然こういや男性の声ばっかり聞こえてくるから、あれレベッカさん喋んないんだって最初思ってたんです。詐欺だよ。おっさん中身は詐欺。心はやっぱり乙女だからさ。ああ確かに。そういうの傷ついちゃうから。そうなの。気づいちゃうから。そうなの。1周年でカミングアウトすごいな。こんなクリスマスイブにさ、なんかそんな風に言われても本当に。そうだったんだね。心あったんだ。今日で引退するな。1周年綺麗に閉じようとしてるな。あれでもこれじゃないのか？ちょっととりあえずみんな。俺だけなんか待ち合わせ場所に入ってる感じじゃないのこれ。幼稚園とりあえずね入ってくる上半身裸のやつはもう排除してください。そういうドレスコードあるんだようち。おいおいアップデートを何回重ねてると思ってんだよ俺。おなんださすがに裸でめくえらんないだろクリスマスイブ。いやー服着るんですか？個性を消して服着るんですか？いやー体もうだいぶガタきてっからね。てかお前肌にこの悪口はやめよう。痩せろよ本当に。悪口はやめよう。今小屋でしょみんな。いや皆さん小屋ですよ。僕だけ多分集合場所にいるよ俺。マーチルダウェディングの小屋って書いてあるじゃん。出たまたマーチルダウェディング。いつ覚えんだよお前な。クリスマスイブに。だからなんで6月のそのウェディングプランここで提供すんだよお前。いや。冬だよ。クリスマスシーズンもやりましょうよ。何よ。ウェディング。もうこのウェディングっていう単語に弱い年なんじゃねえのかよ。うるせえ。聞きたくねえ。こっちじゃないよ。見たくねえんだよ。あ、こっちじゃないですか。階段。階段あるんですかここ。そうだよ。階段。こっちあれ？こっち下あるんです。ありがとうございます。可愛い声してるな。そこ寒いからこっち早くこっち来て。なんか扱いがちょっとこれ舐められてるな。一応僕も初期ウィンプレイヤーですからね。初期からやってるから。ちょっと何言ってるかです。アルティメットエディションプレイヤーですよ、これ。はあ。アルティメットエディションプレイヤーですよ。肩書きだけだな、お前は。裸でも。いやー、もう本当にね、この寒い。ロックさん。ロープが超えてきてますよ。今、酒を提供してやるから。何してんの、それ。踊れるんですか？踊れるよ。どうやってやんの、これ。あれ？踊るってあるじゃん。ただもうドクさんはもしかしたらね、ほらあんまりねこのゲーム好きじゃないから。いやそうだね。そんなわけじゃないけどな。踊るもらえてないかもしれない。これってなんでもらえるんだっけ？あれか密造酒製造者か。どうしてゲロ吐いたの？飲みすぎたんもん。俺腹弱いんだよ。あ本当に。そりゃそうだろうね。それだけ腹出してるね。当然だ。脂肪熱いはずだけどな。ちょっとドクさん、バーカウンターに来なさいよまず。とりあえずお疲れさんとお酒出してやるから。でもそういや今自然と入ってきたけど、あんなあれだよね、1階のところは。そうそうそう、だって密造酒だもん。悪いことしてんのこれ。そうだよ。悪い。うちは何狩猟組合でやってんじゃないの。いやいやいや、あらら。だからウエストエリザベスでやってるじゃん。酒出してやるから。そういうことか。そういうことかでいいのかわかんないけど。そうそうそう、アーモンドだよこれ。居酒屋アーモンドとかそういう食べ物ばっか食ってるからね。ちょろまるさんは入ってこれてるの？外にいるじゃないですか。はい。 BB 弾が見つかんないんです。 BB 弾 BB 弾何ですかそのアイテムは。ビッグバレーじゃないんですか。 BB 弾いいですね。なるほどなるほど。ビッグバレーのバレーはV だよ、ちょろまるさん。V だった。ごめんなさい。いいじゃない、なんか豆鉄砲感あって。ビッグボーイさんたちがいるのかと思った。あんま全然。ね、なんだろうな。いいんじゃないですか。ちょっと待って、今誘ってるんだけどな。招待ありました。うん。サブ赤でやってる時とね、メイン赤でやってる時あって。サブアカでやってる時はこのウエストエリザベス商業連合ってやつなのね。でメインでやるのが、メインでやってる時がビッグバレー狩猟組合なわけですよ。あれこれピンク色してたるなんて早口すぎて全然聞こえなかった。ピンクのさ、どうしたピンクの人出てくる。何を言ってるんだい。ラムさんか。そうだよ、中身おじさんですよ。あれ表示出ない。ラムさんかっこいい。表示出ない。出た。とりあえずさ、ラムさんと親睦を深めてくれよ、ドクさん。いや、距離だいぶ近めですよ。隣、ちょっと酒出して。じゃあ、なめ、俺が出します。かわいい。お酒の神同盟できたよ、やっと。いいじゃないの。これで要求できるんだ。そう。いいですね。ラムさん。酒でも飲みなよ。なるほど。酒飲んでなくて、三つ編みおさげがサブキャラだったんですね。これがメインキャラなんだ。メインキャラ。ダメだ、わかんなくなってきた。ごめんね、紛らわしくてね。この今お酒出してるのがサブキャラです。いいじゃないですか。そうか。ゆうすけさん、あと今から来るって。はい、待ち。あれ、酒出ない。これって何、フリーなんですか、お酒。そうよ。ありがたいですね。ちょっと待ってね。なんかたまにね、密造酒めっちゃ要求されてる酒。何バーテンダーもやれるんですか。あれ出せないの。そう。幼稚園。すごい。ちょろまるさんに、お酒を出してやってください。はい。こっちか。そこにいても出してくれるよ。ほら。すごい。すごいじゃん。ようちん、そういうスキルばっか磨いて。ほんとようちんさんと喋るの多分2、3回だよ。そんな感じです。そうですよね。そうだよ。でもあんま酔ってないね。どんどん寄ってごらん。面白いことになる。じゃあバーテンダーやりますよ。そう寄ったら面白いよ。うちのバーテンダーにちょっとなんか上半身裸のデブいらねえ。いやいやベテラン感はあるでしょ。ちょっとやだよ、なんか経歴探ると多分殺されるよ。ほんとだ、すごいカウンターのこのワッハッ。俺が飲んじゃった。あれ俺提供したいのにな。好きに飲んだらいい。あれどうした勉強したいんだ。あれ飲んじゃろよ。アーモンド腹減ったら食べたらね、ここでなんだろう、基礎体力も回復できるかね。腹減ったらアーモンド食って、でデッドアイとかスタミナ減ったらここのコーヒー飲んでってやってたら、基礎体力とかステータス全部回復するから。俺飲めん。飲むよ。ごめんね。嫌やねこれ。ていうか、なんかバグったのかな、動かなくなった。なんかあるらしいね、バグが。飲んじゃおう。どうする、もう一回入り直す。なんかバグ、いや多分あれを始めたら動くでしょ。なるほどね。いいっしょ。おい酒だ、酒をよこせ。おいそこのデブ、竹袋ってどうした悪い道だからな、それ。酒を告げっつってんだ。あれ、長老丸さんって犬の、なんか出してます？はい、息子が、今日誕生日で。うん、あ、見た見た、それ。クリスマスに買ったの？12月に生まれた子は、かわいそうなことにクリスマスと一緒に祝われるので、そういうふうにしてます、うちも。人間社会でも同じだね。そうなんです。もっとひどいと、お年玉とかもね、一色単にされる可能性あるね。はい。あり得る。提供の仕方すごいよ。酒をよこせっつってんだよ。これ文字化けしてんだけど、文字化けかなこれ。文字化けじゃないんですよ。ひらがなの無に飲むって文字化けじゃないんですよ。逆ですよっていうわけじゃないのこれ。違いますよそれ。酔っ払ってきてもか。酔っ払ってきてなんかもう判別つかなくなってるよっていう演出。すごいなこれ。とりあえず酔ってくれ。本当は飲むってだんだん変わってる。とりあえず俺と酔っ払ってビンタの押収しようぜ。ビンタで押収されんのこれ。よし乾杯。お客さんビシュいやー、どこまでいけんじゃないか俺。カソパ人出てくるまでやって。カソパ人出てくる。丸さんツイッターフォローしときますね。うん、ごめん聞こえんかった。あ、フォローしときますね。あ、来たよ。粗相具になってきた。どうぞ。猿って何が見えてんの。乾杯乾杯乾杯。酒を振りまく。酒を振りまく。何これ。はい、くれよ。エイムが乱れるぞ、おい、自衛隊員。いいのか。くれよ。しゃくれよ。はい、くれよ。しゃくれ、だいぶ酔い回ってんじゃねえか。しゃくれよ。しゃくれよ。お客さん、ちょっと出せないな。なんでよ。帰り心配だわ。はい、くれよ。ちゃう。はい、くれよ。はい、あ、上いて、上いて。合法的に10ってくれよ。おい、30秒後攻撃的になるって出てんだけど。おい、何したんだよ。何したんこれ。気にするな、気にする、せず飲め、とりあえず。とりあえずガバガバ飲め。これ誰のお金で成り立ってんだよ。密造酒って。じゃあ俺よってねえんだけどな。ロレツ白の主と書いて上主。密造酒。え、滑った。やっ、寒いなおい。人望気味悪いんだけど。死んだ急に。イブによし、ちょっとドクさん、ちょっとこっち来て。おい、今俺悪くないぞ。酔っ払ったらこっちがいいよ、もう。いいよ、別に。あれ俺と、幼稚園、クリスマスぐらいそんなこと言わなくてもいいじゃないかよ。しばかれよ、しばかれてる。え、しばけるんですか、これ。しばけるよ。しばけるよ。丸ボタンしばける。おい。しばける。やってくれるじゃない。やってくれるじゃない。よいしょー。あ、俺ともやる。ほら、今さ、後ろで。後頭部はダメだろって言ってるだろ、お前は。本当に聞き分けのない子で、本当に優勝がない子で。おい、これ、おい、カウンターでやんなよ。ちょっと、これおかしいだろ、おい。油断しちゃダメよって。後ろもちゃんと、ほら。よし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 。あ、ごめんなさい、女性なのにね、あんまちょっと。タッチが多かったけども。おっぱい触ったろ。これ、なんでそれでも厳しいんだよ。おっぱい触ったろ。あ、ごめんなさい、当たっちゃった。いいんだよ。いいんだよ。ちょっと待って、俺囲まれてない？ちょっと。いやー、ちょっと待ってくださいね。あー、悪がんだね、これ。辛かったな。ほら、また胸触ってきた、これ。いや、あーやって感じるだろ、絶対。やっちゃう、囲む。すげえ腰入れたビンタしてくんだけど。うわー、ちょっと、なんか、うわー、痛い。あー、ちょっとダウン。チョロ丸さんにね、頸椎の後にずっと叩かれてんだけど。確実に急所分かってんだよな。俺もう酔い冷めてるから、一方的なやつだな、これ。これ、ハグってどうするんでしたっけ？え？あれだよ、三角。ごめんなさい。あ、三角か。俺、長さんごめんなさいって言ってずっと叩きといて。そんなやってたんです。首だ。そんなんなしでしょ。なんかこんなん飲み会のノリで上司に悪口入った次の日じゃねえかよお前。やばい、明日ロッカーなくなってるパターンだから。そうだね、ロッカーの名前のところは別の人の名前にされてるパターンだから。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はじめまして。起きれた。よし、行くぞ行くぞ、酒を売りに行くぞ。まだ酒飲んでないんだけど。いいだろ別に、シラフで行けよ、いつも酔っ払ってんだから。いや、懐かしのビッグバレー、いいじゃないですか。これで OK だね。今ラムさん持ってきて OK か。これでドクさん声いいですね。いやー嬉しいですな。うん、声がすごくいい。ちょっと待って、お前なんでキャラ入れたの。いや、わかんない。もういじられてるのがよくわかんなくなってきた。今素直に褒められたろ。ああ、今素直になんですか。そうですよ。ありがたい。うん、じゃあ、うん、そういうキャラでいきますよ。どういうこと。いい声キャラ、悪いけど、組合長には悪いけど、はいはい、ちょっと渋めの声でちょっとやっていこうかな。ちょっとお願いしてもらって。いや、渋いとは一言も言ってないけどね。あー、恥ずかしい。はあ、恥ずかしい。いや、でもいいですね。いや、でも、ドクさんとチョロ丸さんが声のアクセントになると思う。この関係だ。本当だね。チョロ丸さん。ね、ドクさんもね、女の子の声やるの得意だしね。ぜひお願いします。生活からやってるみたいな言い方でやめてくれよ。やんないよ、そんなの。男の子でしょ。男の娘と書いて男の子でしょ。男の娘。うちのこう言ってん、うちのこう言ってんだって。いいの？どういうこと？そんなの、女の子ポジション、僕やっちゃっていいの？いいよ、別に。ああ、いやー。落ちてった。なんで落ちてくるの？いやー、今楽器からす。あ、ラムさんじゃん。やっぱ雪降ってから滑りやすくなってるかもしれないね。それはね。ドクさん、あっちの方も滑りやすくなってるから気をつけてくださいね。よろしいな。暖房が効かねえんだけど。ドクさん、ブランコあるんですよ。俺の部屋の暖房が効かないんだけど。灯油が。やっぱそうだよ。何が？ようちんさん、やっぱ雪だわ。雪ですよ。え？関係ないですよ。雪は関係ないよ。あれ、なんか大雨降ってる。ザーってこれなんだろ。どこが？あ、でも雨降ってるね、確かに。雪と雨が混じって降ってる。よし、じゃあどうしましょうか。何をしましょうか。まずは。僕もう本当久しぶりなんで何でもいいですよ。ドクさん今ゴールドいくつあんのよ。いや、ちょっと自慢になっちゃうから、あんまこういう話したくないよね。いいよ、自慢して、自慢して。うん。いいのこれ。いいよ、いいよ。いいですか、すいません。はい。今ですね、41ゴールド。はい、普通です。はい、普通です、今、それぐらいあんの。じゃあね、それはね、ドクさんね、密造酒なんか売って稼いでっからね。密造酒の、とりあえずクエストというかミッションを受けちゃいましょうよ。噛むか噛まないかギリギリのライン。これあれだっけ、リーダーじゃなきゃダメなんだっけこれ。そうですね、多分。そうなるね。ドクさん、お金はいくつ持ってんの？まあ、こっちの方がやらしい話になるぜ。ああ、いいよいいよいいよ。614ドル今ありますね。見ると。十字キー下押すと出てくるわ。じゃあ、ゆうすけさん、お金僕もちょっと、いや、僕お金ないんですよ、今。金欠で。いやいや、金欠ですか、しょうがね。4200しかなくて今。4200しかないんですか。ああ、そうです。使っちゃって。そういうことらしいです、徳さん。草摘むな。うまかった。無言で草摘むな。もう俺がかじってでも、食費削ってでも。やらないからそういうことになっちゃうんだよ。いやー、だからドクさん、とりあえずね、200ドルで常設民経団建てれますから。はい、建てていただきたい。ちょっと前まではね1万ぐらいあったんだけど、常設民経団をその補足いらんすよ。え、俺だけ何脱退なのこれ。今日はドクさんをリーダー、回割れない？それチョロマルさんの馬じゃないの？これ。なんで嫌われた？なんで嫌われた？なんで嫌われた？これチョロマルさんの馬じゃないの？そうなんですけど。めっちゃ落とされるじゃない。どうしたの？いやちゃんと与えるもん与えないとダメですよ。いやいや別に体力ないとかじゃないよ。有効度みたいな。あ、落ち着かせないとダメ。あ、おい、教育がなってねえな。うちの子が、すいません。いや、どこ行くの？どこ行くの？イーブに何してんだよ。ちょっと。寒い。何してんだ。ね、俺の画面すげえ揺れてんだけど。助けちゃいけなかったみたいです。どういう状況なの？自衛隊員、ね、国防以外は底が悪いから許してやってくれる。戦力としてはありがたいんだけどね。国を守ってる反動で底が悪いから許してやってくれ。ああ、なるほど。うん、作れた。これは作れたの。はい、招待しますね。はい。お願いします。だから。ああ、そういうことか。所属中の民兵団が上限に達している。残念。いや、だからウエストエリザベス消せって言ってんの。聞きなさい、人の話を。怒られちゃった。ああ、抜けて。あ、ごめん。あの子あんまり怒ると、しょげってやる気なくすから、気をつけてね、みんな。めちゃくちゃめんどくさいやつになってる。たまに励ましてあげて。嫌かもしれないけど。大丈夫ですか。嫌かもしれないけど。たまに励ましてあげて。あんまり頭皮と関連させないので励ましてあげて。頑張れ。生活荒れてるみたいなやめようぜ。頑張れドクさん。ファイト。何が出るわ。応援されてるよドクさん。頑張れ。シーズンも絡んで涙出るぜこんな。よくないよ。明日も仕事だよ。マジかよ、お前。皆さん違うの？俺もう休みだよ。いや、いいクリスマスイブですね。明日から復帰ですよ、仕事復帰。マジか。あ、そっか、インフルだった。仲間じゃないですか。そう、インフルだった。招待行ってきますね。あ、来た。ドン。あ、来た。あ、これマチルダさんじゃないよね。どっちもだっけ？あ、マチルダは抜いといてもいいよ。あ、来た。そうですよね。入ったね。クリスマスキャロル。可愛らしい名前だね。やっぱり女子だな。稲川淳二が好きなんですよ。僕も今日帰りまで。稲川淳二って稲川淳二？あれ、稲川淳二のクリスマスキャロルじゃなかったっけ？あれチョロマルさんが誘ったのかな？怖いな。いや、それって稲川淳二って怖いな。すいません。あれじゃなんだっけ？やだなーの人に歌わせたくないけどな。花声の人でしょ。話さないっていうイベントがそうかな。違うな。ちょ。そんなイベントがあるんですよ。クリスマスキャロルっていう。ドクター来てないよ。死んでも話さない。ちょっと入ってみたいけどね。ドクター来てないですよ。あれ民間団の招待がまだ行ってないって。じゃあドクさんあれだ、キャンプの規模が小規模だから4人なんだ。風の谷の馬しか。小規模じゃなくて大規模にしないと。民間団設定の下にない？民間団を抜けるって。R1 とか L1 とか押してったらクリスマスキャロルっていう項目出てくるでしょ。恥ずかしいなちょっと。クリスマスキャロルっていうとこ探して。ああ間違った。クリスマスキャロル探して。チョロマルさん、クリスマスキャロル探して。ドクさんが命名したクリスマスキャロルを探して。やめてあげてよ。もういいだろ。わかりました。ひらがなで丁寧に書いてあるでしょ。そう、チョロマルさん、クリスマスキャロルを探そう。はい。恥ずかしい。いやー、センスのある名前だな。あれかな、うちもあれかな、ビッグバレー、あれかな、名前混じっちゃって分かりづらいかな、これ、交渉組合だと。ああ、いや、大丈夫でしょ。大丈夫？いい？恥ずかしいね。まあ、よけりゃいいや。チョロマルさん、クリスマスに、チョロマルさん行った。民系団、クリスマスキャロル。G 過ぎたらどうすんだろうっていう、あれだけど。もちろん抜けるよ。あ、ちょ、俺帽子かぶってねえじゃん。今気づいた。クリスマスにサンタに混じって泥棒がいいんじゃないのか、おい。あれ、クリスマスキャロルってひらがなでいいんですか？いいですよ。いいですって。読めればいいですって。すごいセンスのある名前でしょ？ああ、もっと時間くれよ、じゃあ。素敵だな。ここ、入るってできないんですけど、どうしたらいいですか？なんで抵抗するんですか？いや、多分ね、ちょろまるさんね、民経団いっぱいなんじゃないかな。民経団いっぱいなんだよ。今ね、3つにしました。あ、じゃあ、もう一回招待してもらえばいい。もう一回じゃあ、招待飛ばしますね。すいません。ご足労おかけします。いえいえ。ね、うちのドクはすいません。いや、俺が悪いよ。僕さ、いいキャラクターしてる。でよ。みんなに愛されてる。あ、これ一回送信しちゃうと何？ずーっと招待、送信しちゃう。あ、じゃあさ、ドクさんさ、招待じゃなくて、なんだろう。なんて言うんだっけ？解放？で、招待言ってるんだったら、招待言ってんじゃないの？あ、入りました、入りました。あ、よかったよかった。入れたね。あ、入れた。メンバー。ちょろまるさんがクリスマスキャロルに参加したって言ったね。参加しました。クリスマスキャロルにようこそ。うん。よし、じゃあね、ドクさん。マップにさ、黄色いマーク出てない、アイコン。あ、出てますね、これ。そこに向かってほしい。そこでね、密造酒の、あれだ。エメラルド牧場。そうそう、エメラルド牧場に。あ、ありますね。みんなでエメラルド牧場にとりあえず行きましょうよ。景色楽しみつつ行きましょうよ。あ、じゃあ、走ってくるまで。徳さんさ、じゃあ久しぶりにあれやっちゃう？民家なんです。やろうぜ、やろうぜ。徳さん。俺久しぶりに馬にムチ打ちたくねえんだけど。ドーピングありですか？ドーピングあり。なんでもありだよ。いいのかよ。なんでもありだよ。民家団レースまずどうやってやるんですか、これ。なんかあるでしょ、民家団のリーダーのやつ。あ、ここで？うん。民家団対戦。そうそうそう。まあ、できるの？民家団レース。わかんないけど。おい、ズルしてるやついるな。行くぞー。おい、もう先に行ってるやついるな。おい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 。ペアに行こうぜ。でもあれ、道違えんじゃねえの？いいのかな？どこ。いいですよ、いいですよ。いけるいけるいける。よし、俺は、こっち？俺はとりあえず案内通り行くぜ。あれ、ライン下りしてる。ちょろまるさん結構危なくないかそれ。あれもしかしてまっすぐ行くみんじゃないのあれ。いや、ちょ、真似しちゃった。あ、いけるもんなそれ。いけますよ。ああ、死んだ、危ない危ない。いいのその、いや、よっしゃ、馬の馬乗れない。勝ちだからねこれね。いやー、そうか。遠いね、ボールが。どんどん遠くに行くな、俺。よし、じゃあ、あれでもこれ、いいんじゃないの俺。意外と。ダイナマイトがあったっけかな。意地でも、勝とうとする人がいるじゃないか。そんな熱くならないで、クールダウンしましょうよ、皆さん。景色楽しみながら。ちょっと待って、やった、親密度4になった。馬の親密度が4になったぞ。乗せてくんねえかな、後ろから来る人。乗せてくんねえかな、乗れなかった。いや、乗りますか？ああ、いいんですか？いや、なんか、じゃあ、あっちから走りだろ。それレースになるの、それ。後ろに乗ってレースになるのかな？いや、ウイニングランでしょ、それでも。ウイニングラン。説明して。頼みません、今もうそれでいいから。よいしょ。ダイヤが許可された。頼むね。よし、来たぞ。ちょろまるさん、僕も行きたい。どうぞどうぞ。優しいな。ああ、優しいけど多分ね、ちょろまるさんの馬ちゃんがね、僕のしたくない設定になってる。どうやってやるの？あ、もう行きましょう行きましょう行きましょう。やっぱり裸の投げ縄ぶん回してるちょろまるさんがそれで送ってかと思ったな。ほら、縛って後ろにこう乗っていただく分には乗れるのかなと思ったんですよ。あ、そういうことだったんですね。引きずるなんですよ。ああ、引きずる。可愛い子してエグいことするね。しないです。ほんと。うん。いや、僕を縛って乗せてくれる予定だったんですね。よかったです。縛って乗せようと思って。なんで喜んでるんだろう。いや、これ喜んでるスイッチないんだ、俺。大丈夫ですよ。正常ですよ、まだ。やべえな、前の二人に追いつかないな、これ。早いな。どこみんな。あ、後ろからなんか来たぞ。あ、みんないい勝負してんじゃないですか、じゃあ。分かってるんだろうな、フレンドリーファイアオンだぞ。分かってんだろうな。あれ誰だ多分最下位だけどね、俺。あれ誰だ最下位で煽り行ってるよ。追いつかんのこれ。いや、早いね、でも俺。早いね。追いつかないです。しんしんと雪が積もってるわ。もうだって、レースやるかみたいな話したときはもうラムさん結構遠くいたからね。いや、ほんとそういうの注意しとかないとな。あいつも察ししてたな。いやー、たまたまでしょ、それ。たまたまなのかいこれ、本当に何でもありなんですか？何でもありだよ。強者の発言ですね。怖い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 。やっちゃえやっちゃえ。あ、いるいるいる。あれ誰だ？あれ誰だ？あれ誰だ？フレンドリーファイヤーオンですよ。ああ、これもうゴールされちゃうな。ちゃうね、あれ。あ、ラムさんだね。ラムさん1位。ラムさんもうちょっと待ってもらった。そうか、これ2位とか出ないんだよな。美味しい下りやるまで待ってほしかったよ。ラムさん。命をかけた。そういうところですよ。まあレースは非常なんで。出た。俺の戦いは非常パクんのやめて。あ、クラブランクが上がりましたよ。いいじゃないですか。クラブランク1なんだ、これ。クラブランク違うんですね、これ。あれじゃないの？なんだ。うん。忘れちゃった。忘れちゃった。もういいや。いいのかよ。お腹すいた。シーズンパスみたいなやつ。お腹すいたな。無法者パスのね。食ってないんだね。あ、無法のパスの、また、あ、これまた1からなんですね、じゃあ。そう。あれでもなんか、あれだ、ナンバー2のやつだよ。買ってないんじゃない？ナンバー1のやつ。だってドクさんクリアできてないでしょ。クリア、ギリギリしたけなんかじゃなかったでしたっけ、あれ。そうなの？ナンバー2買ったの？ドクさん。ナンバー2買ってないですよ。またですか？ナンバー2買ってないんだ。ナンバー2買ってないんだ。やっぱナンバー1の方が今、ポイント入ってんじゃない？あ、そういうことか。そういうことですね。いや、でも、買ってなくても、通常のやつは入るはずなんで。あー、じゃあそういうシステムはあるね。無法者パスじゃなくて、ウィーラーローソンクラブの方は入るはずなんで。なるほどね。あ、着いた。だいぶ遅れて。あ、でも、優しいわ。マップにちゃんとまだゴールはあるわ。ビリ誰だったの、結局。それで。縄投げたな、おい。ビリ誰だったの？ユウスケさん、その馬何でしたっけ？なんでみんな話でそらすの？これね、ビリ誰だったの？これね、アンダルシアのローズベイ。みんな話聞いて。みんな僕の話を聞いて。ビリ誰だったんですか？まあ、レベッカさんです。なんで嘘を言うの？おかしいな、お前。頭おかしいんか。訓練がひどくて頭おかしくなったんか。俺結構3位ぐらいで入ってたでしょうよ。まあいいや。多分僕とレベッカさんが2位か3位。そうだよね。で、僕も2位か3位で、そんぐらいです。誰がビリだと思う？ビリはモノマネするっていう恒例のやつやってもらおうと思ったんだけど。誰だろう？誰も申告しないんだな。もういいよ。もういいよ。ちゃんと言っとけばよかったな。そしたらビリみんな見たと思ったの。ドクさんどこに？ドクさんどこ行ったのそれで？俺ムービー見てますから今。なんで一人でムービー見てんだよ。いや、いいでしょう。多分僕だけじゃないこれ初だから。そう、見れないんですよ。初のムービーを見れないのか。これみんな中に入ってってんの見えてる今。ムービーに反映されてる？いや、反映されてないですね。本当に？全然。いや、ムービーに映ってたら邪魔だろ、絶対。ここ爆破するから、ちょっと、外出た方が。俺、クリップスが今、シリアスなシーンやってんだから、やめてあげろよ。ちょろまるさん、危ないよ。マギさん、そう。惜しい。なんで俺のコントローラーにバイブ組んだ、今。あ、来た。待って。だって今その話関係ないだろ。相変わらずマチャミ飯食ってねえな。そりゃそうです。俺がいつも餌やってる。今気にしてる時期なんですけど。餌は俺がいつもやってるんだもんだって。俺が育ってないみたいじゃないですか。タバコ吸っても火つくのかな。つくかもしれないね。だって暖炉のところに巻いても火つくからね。おいみんな出ろ、そっから。何これ。ジョルマルさん危ないよ。小屋の場所購入ってできたんですけど、何これ。小屋の場所購入せないか。燃えた燃えた。よし燃えた。これは？友人結構なダメージだよそれ。気をつけて。ここにしとくかじゃあ。だだだだだだ。ダメじゃねえ。わあ。飛んだ飛んだ。お、めっちゃ吹っ飛んだ。自滅した。気温すごい。自滅した。見たい。ロケットダイブだ、ロケットダイブ。すげえ飛んだ。気温すごいです。気温いくつ？今67です。なんて67と。熱々のお湯だな。みんな、話し終えたから。どうした？なんかみんな小屋の外ですっげえ楽しそうだったけど。すごい楽しかったよ。どうしたの？と今寂しかったな今。本当に？俺話何それ？俺知らない？これ。何してんのそれ。ドクさんこれちょっと。ガソリン？ちゃ。ガソリン？違うって。知らないんやね。違うって。お酒。あーちょっと何ダメージこれ。何ダメージこれ。なくさ。あ臭いのこれ。くさ。気持ち悪い。古墳玉と同じ色してんじゃん、俺。ああ、臭かった。臭すぎて死んだ。窒息死。死んだのこれ死んだ。臭すぎて死んだ。ちょっと、ドクさん、へこくのやめてもらっていいっすか？俺今俺じゃないだろ、100%。新人入ったとこなんだよ。被害者だぜ、俺。画面真っ赤だぞ、俺。自分の部でここまで行ったらもういよいよだろ。引退だよ。やってらんねえよ。腸内環境がむちょいたやばいね。いやー、続けらんないでしょ、ガンマン。腸内環境悪玉菌が多すぎるよ。俺が悪いみたいな流れ。あ、これ何？今、なんか、小屋は買いましたけど、どうすればいいんですか、これ。そこに小屋に行くんだよ。小屋行くの、これ。あ、じゃあ、近いわ。ドクさん、帽子かぶった方がいいよ。いや、別にその、注意みたいな感じ。人が見てるから。いや、別に外れてる。上半身裸と裸。やめろ、やめろ。ちょっと、帽子かぶれ。笑わないで。帽子かコンドームかぶれ。帽子かコンドームかぶれよ。どんなプレイだよ、それ。それで面白いならやるよ、でも。面白いならやるんだ。面白いならやる。でもないでしょ、そんな。やはりつわものだな、君は。いや。面白ければやるっていう、その精神、やっぱつわものだな。とりあえずやっとけよ、一回は。やるんか。俺はやらないけどな。